はい、おばんでございます。今日も、ウルティマ5、ウォリアー・オブ・デスティニーですね。で、思ったんですけど、初見殺し的なで、全滅何度も食らって、デスペナで結構弱くなっちゃってるんで、最初からやり直しましょうか。それがいいですね。レベル上げがめんどくさいとか、そんなことはないんですけど。まあ、今まで散々、やり直しもしてきましたし、今回も、このあたりで、やり直しをしましょうか。まあ、少なくとも、衛兵はやばいっていうのと、シャード、シャドウロードか。あいつもやばいっていう、それが分かったんで。まあ、次はもっとうまくできるでしょう。トランスファーフロムウルティマ4。ウルティマ4。名前は、ラックスと。性別はそのままで OK。Y。アバタールです。はい。ストレングス、マックス30なんだね。本当に確かに書いてありますね。デックスも30なんだ。インテリジェンスも30。インテリジェントになってたな。そういえば昨日話題に出た、なんて言ったかな。無限の心臓じゃなくて、コンアドスタジオのあれ。あれ、MSX マガジンのおまけで、ついてましたね。あれ、遊びますね。ちょっと遊んでみた感じ、遊び方が全くわからずに、めちゃくちゃ難しいってのはわかりましたけど。ちょっと待って、今の、5だよね。5の、ニューリスク。よし。スタート。で、取り込み帰って。で、Z。ああ、素晴らしい。HP が150ある。おまけにレベル5だ。じゃあ行きましょうか。なんかアイテムとかあるんでしたっけ？アクティブプレイヤーに設定して。あと、ここの場所がどっかわかんないから。ああ、そうだ、アイテム、ここに結構ありましたよね。あれ、どうしようかな。この辺に物置小屋なかったっけ？覇者の封印は付属の布マップ内と苦行だろうな。覇者の封印はね、付属のな、方法。ウルティマのファンサイトでこっそりもらってきた、このマップ、これ布マップのスキャンっぽいんですけど、これじゃダメでしょうかね。マニュアルに付属していた、布マップのスキャンの、公開浄土版だと思うんですけど、これじゃダメですかね。一応、現状わかる範囲では書き込みしたんですけど。和者の封印は MSX のソフトのことですね。そうか、そっちか。覇者の封印って何のことかと思ったけど、そうか、そっちか。付属の布マップライド苦行。説明、もしかしたら、雑誌の方にマップがついてる可能性ありますね。ちょっと後で雑誌漁ってみましょうか。すいません。覇者の封印何のことか分かりませんでした。 あ、
ああ、そうだ。MSX って言えばあれか。なんだったかな？ブルー MSX か。これ使って、動きましたね。なんとめて。どこだ？ディスクかな？ウィキより、メジュ。本作はウルティマ系の上から見下ろした 2D マップ表示システムを採用しているが、初期状態では自分のいる場所しか表示されない。うん、そのため、付属品であるワールドマップの上にメタルフィギュアを置いて位置の確認をしないと隣がどんな地形なのかすらわからない。付属マップを持っていない状態ではプレイ不可能という状態を作ることで、コピーガードをしているとも取られている。へぇー。なるほど。ゲームのシステム上の設定で、プロテクト側にしてるってことなのか。リナックスおじいちゃんとウミガメのスープやりたい。面白いですね。そういうプロテクトもありなんだ。マニュアルプロテクトとかね。そういうものじゃなくて、ゲーム進行上必要なアイテムをパッケージ欄に含めておくっていう、そういう方法でコピープロテクトをしてるのか。なるほど。ということはさすがに、ねえ、雑誌に付属してる以上、なんかありますよね。ゲーム遊べない、まともに遊べないゲーム入れると思えないんで。多分そうだと思うんですけど。じゃあ後で探してみますね。はい。覇者の封印、MSX 版です。何これ？よくわかんないんですけど。1、2、3にして、初めからゲームを始める。うるせえ。左側しかならない。ブルー MSX あれだ。これか。あと文字が読めない。これどうしたらいいんでしょうね。あとこれ飛ばせないんですよ。うん、まあ、一応 MSX 版ありますね。ちなみにこれ、雑誌についている CD ロムに入ってる実行ファイルだと、Windows 10じゃ動かないみたいですね。その実行ファイル 7zip で開いて、中からディスクイメージ取り出して、で、さらにそのイメージをばらして、ゲームのロムファイルか、を取り出して、エミュレーターに突っ込むっていう、ちょっと手間のかかる方法で、さっきのやつは、起動しました。なかなか面白いですね。パズルみたいで面白かったです。うん。じゃあちょっと後で探しておきます。どこにあったかな？多分、私の部屋の端っこにある段ボール箱の中のどれかだと思うんだけど。まあ明日、余裕があったら探してみましょう。すいません、ありがとうございます。うん。へぇー。ウルティマ系のゲームなんですね。似たようなゲームまたかっていうね。リナックスおじいちゃんこんばんは。あ、おばんでございます。リナックスおじいちゃんとウミガメのスープやりたい。あの、ボードゲームでしたっけ？結構面白そうですよね。いろいろやってみたいボードゲームはあるけど、思っているだけっていう状態ですね。すいませんね。まあ、なんかの機会があれば、ね、よろしくお願いします。オンラインとかで遊べるようならば。テーブルトップシミュレーターは、で、除外ってことで、あらかじめ、お断り申し上げます。よし。じゃあ、続き。KNSN。あ、監修業務お疲れ様です。ちょっと暇つぶしのつもりで YouTube を見てたら、おすすめトラップにかかってしまいました。うん、気づいたらもう数日レストア動画を見漁っております。 YouTube 怖い。レストア動画、そういう動画、あ、この前どっかで紹介されていたあのボロボロになった万力を、ウルガメのスープはチャットさえできればできるよ。ボロボロのあの万力あれを修理するリストアするっていう動画見ましたね。結構面白かったですね。へー、おすすめか。確かにあれ、ずっと見てられるから困りますよね。
YouTube トラップってのはまさにあれですか。YouTube のおすすめトラップか。でも、有意義に過ごせたならば、全く問題ないですからね。いや、本当お疲れ様です。いやー、私はもう、雑用ばっかりやっていて疲れ切りましたね。はぁ、あ。まあ、その代わり、銀玉が順調に消化できてるんで、いいんですけど。ウミガメのスーパーチャットさえればできる。あ、そうなんだ。そういうゲームなんだ。じゃあまた何かやりたくなった時に、ね、声かけた時には、よろしくお願いします。なかなか、予定が詰まっちゃって、年単位のことだと思いますけど。万力修理動画を遠に超え、ね、最近はオールド発動機のレストア動画を見る始末。オールドレストアの世界の沼っぷりは恐ろしいです。すごいね、そんなのあるんだ。オールド発電機。へぇ、エンジンとか使ってるやつをバラして組み立てるんですかね。あれ見てて思うのは、技術力もさることながら、あ、そんな道具あるんだっていうね。こういう、その道具そういう風に使うんだとか、ねえ、あ、これってこういう風になって、機械の中身こうなってるんだとか、いろんなところで、ね、面白く見られますからね。たとえ、英語で何言ってるかわかんなくても、全く問題ないっていうね。映像的に楽しいっていう。そういう点で、開いた動画面白いですね。なるほど。沼っぷり。確かに。見てると、ああ、この道具欲しいなと思うけど、使うかって言われると、ああ、多分使わないっていうね。ただ単に物欲ばっかりが増えていくっていう、そういう恐ろしい部分もありますので、注意が必要ですね。ポーション見つけたんですけど、これ取ると怒られますよね。やめとこう。なんかどうしても、これは欲しいって思えるものじゃなければ、どんどんやめよう。で、確か装備変えられましたよね。リングメール、ショートソード。近接装備してるのか。マインゴーシュ外して、スモールシールド。あ、ほんとだ。じゃあちょっとこれベッドで寝ましょう。あと今、時間は深夜ですね。え？午後12時。ああ、まあ、どっちにしろ寝よっか。確かベッドだと昼間でも寝れたはず。H。9時間。あれ？ HP 回復しないな。日をまたがないとダメとか、そういう感じなのかな。あれ？回復しないな。このゲーム、仲間はシリーズ通してずっと同じメンツなんです。違いますね。1、2は自分一人だけ。3は、自分を含めて、他のメンツは自分で作成する。キャラクターメイクして、遊ぶタイプ。で、4が、自分以外は、ゲーム中設定されている固定のキャラクターですね。で、5は、前作で仲間になった人も出てくるし、今回新しく入る人もいるのかな。だもんで、ゲーム中に出てくる人は共通の人いっぱいいますけど、仲間になるキャラクターは作品によって違ってますね。一応、キャラクター的には4と5が主人公同じっていう。あと1、2、3が主人公同じか。そういった点ぐらいが共通のパーティーメンバーですかね。多分。多分って言ってますけど。部品がなければ流用。他業界の似たようなものや自作が入り乱れております。ほうほう。部品の一部がマイナーチェンジされてるものですら、別の機種といってコレクションしてる沼っぷり。本当に沼っぷりが怖い。そして音でだんだんメーカー違いが分かりつつある自分が怖い。
そこは、そこまでね、集中して見てる、ね、見てるならば、本当にかなり、やばい品出してますね。主人公って一緒じゃなかったんだわら、ずっとリナックスマンだと思ってた。本格的に、ね、沼にはまる直前ですね。踏み入れてますね。お気をつけください。やばいですからね。へぇ、私もなんか動画、これといったもの見るもんないなーって時には、そういったものでもいいですかね。最近アニメとか見つかれた後には、ディスカバリーチャンネルで、秘境に裸一貫で突入して、10日間生き残るっていう。1ターンで何分とか、そういう感じで決まってたりするんです。やつを見てますね。主人公って一緒じゃなかったんだ。一応そうなんですよね。名前はみんな私の名前にしてますけど、1、2、3が共通で、4と5が共通。なもんで、全3作と4、5作目は、だから一応別の人みたいですね。ねえ。ずっとね、デフォルトネームがあれば、デフォルトネームでいいんですけど、主人、名前決めろって言われてるんで、仕方なしにつけてます。うん。というか、時間の経過って1ターンに何分とか、そういう感じで決まってたりするんです。これ、多分勝手に時間進んでいくんじゃないですかね。ちょっと見てみましょうか。移動とかで、時間が進むのかな？何のタイミングで進むんだろう。今、7時38分。4の主人公はいきなり召喚されて、お前聖者になれって言われたのね。一応、招待状は送ってますからね。それで自ら進んで、青い扉に入っていったので、強制的ではなくて、あくまで自主的にっていう、そういう名目上になってますね。名目上は自主的にってほどになってますね。ね。何か、現実に疲れて、あっちの世界に行ってみたい的な、そんな人だったみたいですね。40分。ああ、これもしかして1ターン、1ターン1、2分なのか。あ、これ1ターン2分だ。知らなかった。すいません。これ1ターン2分ですね。いや、知らなかった。私、全く気づいていませんでした。あと言われてみれば、前作だと止まっていても、この月とか太陽進んでましたけど、今回進まないんで、今回は完全ターン制ですね。アカラベス、あれ英語ですよね。私遊べる気がしないんですけど。英語を読まずに遊べるならば、俺も異世界召喚されたいけど、ね、このゲーム役目終えたら帰れ。って言われるからな。エンディングだと、一緒にこの世界を、シリーズは生活サイクルが形成できたらクリア扱いだったのに、気づいたら満身創痍でも期間内耐えたらクリアになったのが、ちょっとぬるゲー感が増しました。ゲームのエンディングで、一緒にこの世界を統治していこうって言っていたのに、気がつけば、次回作では、元の世界に戻っていて、また再召喚されるとかいうね。なんかよくわかんないことになってましたね。あれは別の世界線だったんですかね。ねえ。そういう点で、ちょっとロードブリティッシュさん、ちょっとね、言葉と言ってることとやることがあれかなーって感じもしないでもない。秘境で生き抜くシリーズは生活サイクルが形成できたらばクリア扱いだったのに、気がついたら満身創痍でも、眼内耐えたらクリアになったのがちょっとぬるゲー感がマシ。あれそうなんだ。YouTube で公開されている私無償のやつしか見たことないんで。ね、あれが10日間生き抜けばいいっていう、そういうルールなのかなと思ってましたけど。なるほど。さすがにきついってことになったんでしょうかね。最近見たのは、何だったかな？どっかの高地に行って、そこでずーっと雨が降ってる中、生き延びていたやつですか？一日目にいきなり低体温症で死にかけて、メディカルキットから、保温用の布じゃないな、シートを取り出して、くるまってましたね。そう、あれ結構面白かったです。
水辺に転がってる、水辺に浮かんでいる、何でしたっけ、なんか小動物の死骸を拾ってきて、それを解体して食べてましたね。お、すごいなぁと思いながら見てました。よし。うん。まあ、YouTube にある分だけは見切ろうかと思ってますけど、それ以降は、なかなか難しいですかね。あ、ほんとだ、これ良くなってるなぁ。あの、前作までは、ターン勝手に自動送りされたのに、今作は、プレイヤーが移動しない、行動しないと時間進まなくなってる。いやー、これは助かる。あー。ここ、場所がわかんないな。確かここは U の近くだったはずだから、こっち行けばいいのか。あー、ここなんだ。うん。これは、確か翻訳したのがあったな。Beware the Deep Forest かな。だね。あの、Deep Forest に注意って書いてあるみたいです。で、ロードブリティッシュ城じゃなくて、スカラブレイ。まあ、どこでもいいか。U に行くと殺されるんで、スカラブレイに行きましょう。どこだっけ？ここ、右側か？やべ。毒持ちなんだよなぁ。4とワールドマップ全く同じなの。ほぼ同じですね。あの、アレンジに加わった部分があるみたいですけど、基本、10日間生き抜く1年期まで生活サイクルを形成するサイクルできてるからずっと生き抜きける成功。それが気づいたら、うん、10日間生き抜く、健康状態は問わない、成功までハードル下がった。最初は、10日間で生活サイクルを形成するのが目的だったのが、サイクルできてるからずっと生き残る。あ、違う違う、10日で生活サイクル作って、そっからずっと生き残れる状況を作れば成功。気がついたら10日生き抜く、健康状態問わない、成功までハードル下がった。やっぱ無理ゲーというか、あの、難易度高すぎて死んじゃうって分かったんでしょうかね。なんかそんな気がしますね。首都にスラム町が3つもできた。でも、あのスラムの町、有名な宿屋とかあるみたいだし、なんかスラムとまでは言えないみたいですね。小さい集落的なものなんですかね。スラムから発展してそうなったのかな。キャスト1。例えば、HP5 しかないんですけど。なんだっけ？回復の魔法は、AN か。AN。1。今日は有名つくなのにちゃんと見たことなかったので、ゴッドファーザーを見ました。キャスト。子供にはとても面白いとは思えない内容だったので、逆に今見てよかったです。1。今日は有名作なのにちゃんと見たことがなかった。わざ、私も多分見たことないですね。名前だけは知ってるっていうね。子供にはとても面白いと思えない内容だったのに。で、逆に今見てよかった。下手に昔見てね、子供の頃見てつまんない映画だと認識して、今後永遠と見ることがないよりも、今楽しめるぐらいになってから見るっていうのは、多分正解だったんでしょうね。そうか、アマプラにゴッドファーザーあるんだ。私も見たいな。ただあれ三部作で長いですよね。ゴッドファーザー。うん。ああいうのを見れば、ねえ、ノワールものとか楽しめるんでしょうかね。HP 回復しましたね。あとどっちにしろ暗いんでもう一回休もう。Y の、ヨロさん。
相変わらずミュートっぽいギター弾いてますね。わお、ネズミ、これネズミ毒持ちなんだよな。じゃあ君行ってください。よし。経験値もらえてるんだろうか。で、今は一体何時？午後10時か。QY。はい。9時間だから時間的に夜明け前か。あ、夜明けだ。4までと比べて5で一気に次世代感出たな。出ましたね。ファミコンからスーファミみたいな。確かに。私的にはなんだろう、今まで MSX で遊んでいたのが98になったって感じがしますね。違うか。ちゃんとグラフィックが綺麗になって、そしてアニメーションしているっていうね。ほんとゲームの進化が、まあ、ウルティマの進化は実際ね、RPG の進化の過程みたいなもんですからね。そういう点でほんと面白いですね。ちょっと待って、ここどこ？3本あるってことは、この左側か。なんか違くない？ああ、これ、ブリテインの近くだ。じゃあ、ブリテイン行こう。セーブして。ここからさらに進化すると UO みたいになるの。臆病の空気が君を包んだ。どういうこと？最終的にはウルティマオンラインでしょうかね。それともウルティマオンラインではなくてウルティマ9っていう可能性もゼロではないですけど。あれどこだっけ、仲間いたのって。ここの鍛冶屋だっけ。あ、君遠く。はい、ゲノさん。合言葉。生活サイクル作るのに、住居と食料の安定供給が必須ってのがハードル上がる。最近は住宅か餌の確保に手いっぱいで、10日の間に槍を根こそぎ取ってしのいで。魚を簡易罠で数日かけて1匹だけ取り、満身創痍で魚取れたからクリアとか謎状態でした。ということで今日のフンレスノルマ終了。ありがとうございます。はぁ。シャドウロードだっけ。なるほど。結構行く場所というか場所によっても難易度変わってきちゃうし、まあ、ある程度仕方ないってことでそうなっちゃったんでしょうかね。もしくは撮影がいて泣き言言っていて仕方ないからハードル下げたとかね。結局あれ一人で撮影してるし、あれは最終的にはもうやってる人の、あの人のね、自己判断ですからね。そういう点で、多少甘えが出てきてるんでしょうかね。違うか。いや、リスありがとうございます。ありがとうございます。あとね、数は残ってるんで、その点も含めて、クリアのハードル、どこに設定してあるのかを見極めながら、楽しみましょうね。ありがとうございます。シャドウロード、あ、そう、シャドウロード、あいつが、竜の町にいて殺されたんですね。竜の町って今まで2回殺されましたかね。衛兵に殺されて、シャドウロードに殺されてっていう。花町にはちょっと近づくのはやめておこう。十分お金、あ、でもあそこに仲間いたな。どっちにしろ1回行かなきゃダメか。気がめいるな。セーブ&ロードしていいですかね。ダメか。
中間。あれ？うん。修理。うん。最高。指。いい音。うん。修理。指。ほう。作る。なるほどね。あれ、これどうやって長編みにしたんだったかな？クロスボウ。一材って何なんだろうね。一材、あの木の名前ですよね。でまたこの会話システム会話ら。一の木を使ってなんか粘りが結構あるみたいで、それを使って弓を作るといいものができるとか、なんかそんなことが説明書に書いてあった気がする。なもんで一の木とか言いますよね。あれのことですかね。まあ、どんなものか全くわかりませんけど一位の木と言われてもどんなものかわかりませんけどね。で、またこの会話システム。この会話システム前作だと、ある程度必要なキーワードさえわかっていれば、それをいきなり入力すれば答えを教えてくれましたけど、今作は会話の流れで、特に、的確なキーワードを入れないと会話が続かない。いきなり、確信のキーワードを入力しても、話の流れの過程じゃないと、答えもらえないっていう、さらにめんどくさいシステムになってます。マジかよってぐらいの。あ、なんだ、さらばってやれば。イエス。はい。で、ゲノさんが仲間になりましたと。さらにめんどくなってるのか。まさに。はぁ、ため息出ますね。銅石を拾って作ってもらうんでしょ。つまりどこに木があるのか聞き出さないとダメって気がする。なるほど。なんか専用の特殊なやつがあるんでしょうかね。この辺の果樹の木とかじゃダメなんですかね。ダメか。あれ？これこんなに切り株だらけだったっけ？なんかもっと。確かこの人って、食べ物もらえるんじゃなかったっけ？いじめないで、向こうへ行って。あれ？まあ、いっか。あとはどこだったかな？セーブして。Z で上野さん、上野さんで、装備は？スリング装備か。よし。あとどこの街だったかな。あとは U の街か。あそこに行くしかないか。あんまり気が進まないけど、U に行こう。この辺じゃない。違うな。この左の上あたりか。これがあるってことは、もうちょい左上だ。は？敵かい？また蛇か。このイオロさんとゲノさんが、キャラクターの絵が同じなんですけど、とてもわかりづらい。アタック。待機して。倒せない。あとどこ行った？よし。まあ、倒しちゃおうか。二人も毒ってる。ほんとこれやめてほしいな。今回は敵、毒持ちがやたら多いみたいで。キャスト AN1。
キャスト、AN の、で、はい。お、めっけ。夜か。だから複数体出てきたんだ。セーブして、平地で、9時か。Y。ほい。ああ、あと今作だと弓とクロスボウが、打ち出す矢とボルトが必要になるっていう。調べたら1自体が学名を弓を語源にして付けられてるくらい、弓に向いた木材っぽいですね。へえ、学名が弓を語源にして付けられる。まさに弓用の木なんだ。1ってどういう木なんだろう。リナックスはクリスマスは何するの？こういう木なんだ。へぇー、ああ、そういえばありますね。あのスーパーで、そんなの。クリスマス、ああ、私は特にこれといった予定もないので、多分配信してるんじゃないでしょうかね。あ、こういう木。あ、でかいでかい。へぇー。これが1位ですか。これを僕らにゲームコードのプレゼントしてくれるんだよね。バンドルでもらった押し付ける相手がいないどうしようもない気だったらありますけどね。別名あららぎ。へー、これ食べられるんだ。ただし、鳩かか、樹皮には竹、タキシンという有毒物質を含んで。徳が足りないのでサンタは来ません。サンタ、もう久しく来てもらった記憶がないですね。そうか、徳が足りなかったのか。そういうことか。まあ、その時になってみないと、その日になってみないと、何をするか、不明ですけどね。今何時だ？午前5時か。じゃあ、中に入っちゃっていいか。セーブして。憎しみの空気が君を包んだ。これ何なの一体？リナックスサンタが徳を紡いい機械ですよ。徳を紡ぐ、なるほどね。人にアイテムをスチームキーを投げつけることで徳を紡ぐってやつか。この向こう側行けるんですよね。ダメージ受けるから行かないけど、ちょっとこの人たちを切るの待ちましょうか。7時。まだ寝てんの？まだか。うーわ、衛兵が引っかかってる。あー、食べ物がここにある。奪いたい。あと、食料の消費が、あ、来た来た。食料の消費が、なんか全然少ないですね。何を聞くのか。チャームフォースト。鉄を鍛えておるのさ。あれ？この人じゃないな。あれ？前回もう一人仲間どこでなったんでしたっけ？一旦君溶かして。なんかこの辺に人がいた気がするんだけど。あ、いて。やっべ、触っちゃった。君かな、もしかして。あ、違うわ。
立ち去れゴキブリめ。ゴキブリ言われてますね。やべ、何？なんで戦うことになってんの？どういうこと？おかしいな。確かここ行けたはずだけど、これもしかしてこの、なんか1ドット分くらいなんか、ありますよね。これ、隠し扉のマークかな。これ、1ドット分ぐらいこれ隙間があるんですけど、これがあの隠し扉のマークですか。徳が足りないだけで犯罪者扱いなんですね。いや、でも、この街だと、あの、デッドオアライブで指名手配食らってるんで、一応犯罪者というのは間違いないっぽいですね。あ、よし、当たった。あ、ネズミがいる。いやうん、届かないよね。よし。おい。まずい。よし。今回倒しちゃいけない敵っていませんよね。いた場合どうやって判別すればいいんだろう。犯罪者を見るような目で見られるといえばいいんでしょうか。なるほどね。そういうことか。これ落とし穴っぽい。トラップドアだ。あー、落とし穴か。わかんないな。あれ？なんかこの辺で仲間は一人増えた気がするんだけど。ちょっと待って。前回、もう一人の仲間ってどこで増えたんだったかな？ロードブリティッシュ倒すと積む。まあ普通ジャムリだけど。ロードブリティッシュさん、今回拉致られて、現状まだ出てきてないから、しばらく先ですかね。どうでしょうね。これどこだろう。夕の街で。いや、やっぱさっきとこだな。さっきの、あの、戦った義勇詩人っぽい人。あれ仲間じゃないかな。そう思うんだけどな。一旦外出て、もう一回入り直しましょうか。やべ。あ、うん。憎しみの空気。HP 的にやばいな。いや、一旦休むかい。HP 回復しよう。いや、待て、あ、シャドウロードがいる。宿屋ここかな。違うな。これ宿屋。立ち去れゴキブリめ。これ得足りないのかな。さっき銀融詩人仲間なるっぽい人がいたけど、無視されたってことは得が足りないのかな。ああ、そういえばここの看板、これは、ポリティカルプリズナーズって書いてありますね。政治犯だそうです。ちょっと戦って、勇敢とかそっちの得を上げればいいのかな。ちょっとこのメンツでしばらくやりましょうか。
QY。で、エンパスアビーかな？そちらへ行きましょうか。なんかシャドウロードがいると町に入った時空気を感じるって出て、シャドウロードがいる町の住人も狂うとかなんとか。ああ、そういうことですか。あ、特っていうと犯罪を犯したら死刑だとかそういうやつだっけ。これって何？これって、これあれだ。あのムーンゲートだ。今作のムーンゲート、こんななんだ。特っていうと犯罪を犯したら死刑とか。今のノードブリティッシュさんがの代理としてこの世界を統治しているブラックソーンさん、あの方が徳を曲げた解釈をして、めちゃめちゃ厳しいことになってますね。今作だと徳はどちらかといえば良くないものになってますね。統治者にとって便利な道具として扱われているようです。これは、憎しみの空気だ。一日ぐらいまたげば変わるかな。午後9時か。HQ。見張り置きます。はい。はぁ、徳はもう、4で嫌ってほど、ね、積みましたからね。もういいですね。お、回復した。で、昼間になったからセーブして。あ、本当だ、出ない。ってことは、シャドウロードいないのかな？あ、いないいない。あ、そういうことなんだ。なんかの空気に包まれたっていう表示は、シャドウロードが出てくる、いる、街にいるっていう、そういうことなんだ。あ、ありがとうございます。何のことかと思ってましたけど、あれってそういうことなんだ。つまり、あれが出ていた時には、マシンの中ではろくなことにならんよと。あれ？ってことは、永遠に話しても大丈夫？って言われると同時に殴られてますよ。私が何かやったわけじゃないんだ。本当に、キャラクターが狂っただけなんだ。ラージャ、ありがとうございます。つくしょう。ネズミでも倒して、経験値稼ぎたいとこですけど。あれ、いない。午前9時。あれ？ここにいないってことはどっかに行ったのか？あ、今いたな、人。あ、寝てる。うん。ちょっとここでキャンプしよっか。どっちの人が仲間なんだろう。絵面じゃわかんないですね。お、来た来た。あ、この人、多分この人仲間になるやつだ。シャビノさん。違うな。あ、ごめん。あ、そうじゃなくて、リナックス。おい。お前は誰に忠誠を誓ってるんだ？誰に忠誠？ティッシュ。用はないね。いや、リラックス、何回用かね。ランドンさん。あれ？ランドンじゃなかったですよね。仲間になった人って、名前違っていましたね。イアナさんですね。ってことはこの人じゃないのか。何も教えてやらんぞ。ちょっとこの人いいや。
もう一人来るのを待ちましょう。地下にいるよ。地下にいる。あれ？今ここ地下なのかな？どっちだこれ。あ、この人違う人だ。地下だと。確かここで仲間になった気がするんで、もうちょっとキャンプしてもいいですか？気がするんだけどな。さっき戦闘になったことによっていなく、もしかして消滅した？いやまさか。君違う人だね。ちょっと君邪魔。ああ、これ地下ですね。これ地下だよね。そうだね。いなくなっちゃったのかな。いや、これ違うとこだね。これネズミがいるとこじゃない？ネズミ左に行くでしょ。マッソン来るか。1マスの壁の怪しいやつ。慣れればなんか見つけられそうな気はするけど。あれ？やっぱ一人いないな。これ、やっぱさっきの戦闘で殺しちゃったんじゃないかな。戦闘になったことで消滅したんじゃないかな。これ、リセット、ロードしていいですか？タイミングってセーブしたタイミングって脱出した後でしたっけ？なんかもう一回やり直し必要ですか？違うよね。は？あ、やべ。触っちゃった。バカ、嫌です。黙ってついてくるか。はい。
衛兵が殴りかかり、君は気を失った。目が覚めると。ブリコーがしっかりとしていればこんなことには。あの人が地下空間見つけたからって調子に乗ってね、ここを自ら突っ込んでいくから悪いんですよね。冒険者に任せておけばいいのに。それであっさりね、あのシャドウロードに捕まって行方不明っていうね。素直についていくと言ってるのに、ちゃっかり殴ってる衛兵さん。そういうところがなんかすごく中学生くらいの転がら系版のウルティマオンラインがあったんだけど、当時の自分には魔法を使うのに飛躍を消費するっていうのが難解に感じた思い出。ああ、めんどくさいですよね。魔法の使用にあらかじめ飛躍を作って、それを消費して魔法を使わなきゃいけない。魔法を使うのに、あの、MP だけじゃなくて、ね、他のものも必要っていう、その組み合わせが意外とめんどくさいですよね。私は4で、ね、めんどくさいがために魔法はほとんど使わず、ひたすら物理で殴ってましたね。そのおかげで苦労しましたけど。あ、ここになんかあるな。開かない。J。鍵がない。こっちもあるな。あ、この上もある。うん。すいません。これ脱出できないっぽい。これどうすればいいんだ？生きてるという俺の信念を主張していたのだ。主張したのだ。信念。ある晩荒野で野宿していた時のことだった。野宿。焚き火の前に不思議な亡霊が現れて、現れたんだ。あ、確かに野営してると、なんか懐かしい老人が現れたとか。鍵があれば大丈夫。鍵、残念ながら一つも持ってないですね。新郎待つだけですか。おバンド。おバンドございます。2月に3体が中国で映画放映やて。へぇー。日本、来年日本語版発売するっていう、それが昨日ありましたけど、そして、なんか、アマゾンあたりでドラマ化するっていう話もなんか、あったみたいですか。まさかロードブリティッシュさんの亡霊。2月に3体が中国で映画。あっちではもうそんなに話が進んでるんだ。映画作ってるっていうのはそういうことだったんですね。ということは、来年中早ければ、日本にも来るんでしょうかね。ちょっと楽しみですね。どんな感じになるのか。いや、ありがとうございます。来年3体結構動きがあるっぽくて、ね、ほんと楽しみですね。いや、ありがとうございます。とはいえ、あと1、2分で、あと15秒ほどで、日付変わりますね。まさかロードブリティスさんの亡霊かもしれませんね。懐かしい感じがしたっていうのはそういうことですか？亡霊。本当だ、ロードブリティッシュだったんだよ。誓ってもいい。本当に俺を信じてくれるかい？もちろん。池澤春奈さんがラジオで折りたたみ北京をおすすめしてたよ。へぇー。あー、池澤春奈、あの方めちゃくちゃ本読んで SF 好きの人ですからね。翻訳版発売で、その流れでプロモーションのパターンかな。折りたたみ北京。あ、ありがとうございます。折りたたみ北京って、あの3体が短編がなんか載っていたっていう短編集でしたっけ？ ありがとうございます。あ、ですね。折りたたみ北京、現代中国 SF アンソロジーですね。
ありがとうございます。あの方のラジオ聞くのも確かに手ですね。SF マニアの話を聞けるっていう点でも声優としても好きですし、悪くないですね。まあ池澤春菜といえば、私的にはマリーのアトリエのマリーの人って感じだけど、ね、ありがとうございます。映画輸入のタイミングで翻訳版発売で、その流れでプロモーションのパターン、あー、同時に一気にガッてやろうってやつか。となると早ければ夏、リストで出てただけなので彼女のラジオじゃない。あ、そうなんだ。そういうゲストラジオか。亡霊になってるなら望みはなくなってるんじゃねえの。いや、情報ありがとうございます。秋ぐらいですかね、半年ぐらいでくるかな。でも最近結構早いし、ちょっともらおう、後々の情報を楽しみにしましょうか。亡霊になってるのは望みなくなってるんじゃないの。あの、体は死にかけてるけど、魂だけで抜け出して手助けしてくれてる的な。体はあの、シャドウロードに囚われて動けないけど、魂だけでどうにかしてるって感じかな。なんでしょうね。亡霊ってことは死んでるんじゃ。流体離脱と信じましょうかね。で、兄さんが急いでくれればいいんだが、兄さん、兄、兄弟、兄、そう、いやー、多分かわい会話の流れで聞けなかったな。きっとこれからもお目にかかるだろう。ジェローンさんか。仲間。ダメか。脱出できないので、キックとかできないのかな。ネットワーク的な、扉を蹴って蹴破るっていう。残念ながら鍵持ってないんで、これ罪ですか。他開けられないもんね。いや、なんかあんのかな。サーチすれば。ロメロさんの新作の話出た。ドームの WAD だってネーム量やて。あ、また作ったんだ。なんか去年だか一昨年ぐらいに、ロメロさんが作ったワットを公開してたって話ありましたけど、また作ったんですね。ありがとうございます。ダウンロードしなければ。でもあの人作るマップってなんかめちゃくちゃ難しいからな。っていうのは初代ドームの EP5 みたいね。へぇー。初代というか。いやー、また悪意に満ちためちゃくちゃ難しいマップなんだろうな。ありがとうございます。うまく動かせるようならば、次回ちょっとやりましょうか。ねえ、まあ、こういうのは生茶さんのプレイで見たいけど、とりあえず予習としてやりましょうか。すいません、これ多分脱出不能っぽい。来年の初め頃だよ出るの。あ、そうなんだ、了解です。了解です。じゃあ楽しみに待ちましょうか。なんだ、作ってるんですね。作ってるってこと情報を公開するんだ。出稼いだ。ハマりじゃないらしいよ。ハマりじゃない、どうすりゃいいんだろう。鍵、脱獄、ダメか。どうすりゃいいんだろうな。鍵持ってないし、なんか叫ぶのかな。
ヘルプとか始まった。はい、ヘルプとか。この人がもうちょっと待ったら兄さんみたいなこと言ってなかった。気のせいか。あ、そうでしたっけ。ってことは待てばいいのかな。ちょっと待てば。ダメそうわら。ちょっと話をうまくまともに聞いていなかったかな。あ、寝ちゃった。寝ちゃった。ちょっとこれダメっぽいんでリセットしてまたやりましょうか。よし、じゃあ今日は時間も時間なのでやり直し、改めてやりましたよと。まあ次回ももう一回やり直ししてると思いますけど、なんか一人仲間になる人が消滅しちゃったっぽいんで、それを復活させるためにももう一回最初からやりましょうか。なんか今作セーブ&ロードというか、なんか取り返しが効かないものがあるっぽいような感じもするんですけど、どうですかね。細かくセーブ取ってロードするっていう方向でもいいのかな。いやー、まだ判断するのは早いか。まあセーブだけはまめに取りましょうね。どこでもセーブできるから。はい、じゃあ時間も時間ですので、お疲れ様です。結局今日は何も進まなかったってことで、しゃあないですね。まあ、時間の仕様が、判明したっていうのと、あと仲間についての仕様もちょっと分かった。約1名消滅する人がいるっぽいっていう。あ、あと、シャドウロードか。あいつの存在の有無のメッセージも分かった。収穫は大きかったですね。ってことで、今日は終了いたします。ご視聴並びに書き込みやアドバイスや情報ありがとうございました。次回もまたウルティマ5ですね。あー、あれか、ウルティマ3みたいなもんか。ブリティッシュさんが幽霊になっているという収穫を得られた。あ、そうだそうだ。それもありましたね。生きているっていう望みが、ちょっと薄らいだ感じがしてきた、ロードブリティッシュさんですね。確かに。そうだ。まあ、悪くはなかった。ってことでまた次回、一から始めましょう。ウルティマ3を思い出せば、まだまだ全然余裕ですね。あとウルティマ2とかね。何回やり直したかわかんないし。はい。ではまた次回。お時間合いましたら適当によろしくお願いいたします。お疲れ様でした。多分、明日マニアナで、おやすみなさい。はぁ、折りたたみ北京か。うん、あ、今ウルティマさんの録画見てるけど、序盤ずっと盗んで金稼いでるなわら。序盤どころか、終始ずっとお金稼ぎしてましたね。ダンジョン潜って宝箱開けた方が楽だっていうのは、ね、序盤から言われていましたけど、私は堅くなに窃盗を繰り返してましたね。いやー。どうしようもないですね。本当延々とお金盗んでるだけなんで、そういう回は飛ばしちゃった方がいいと思いますね。辛いだけだと思うから。へぇー。3体の抜粋か。いや、ありがとうございます。図書館にないかなぁ。そういうやつか。
ほらほら、さっき私がキャンプしていた場所で、ね、仲間が増えてるんですよ、イアナさん。なんで、多分、どっかにあるんだろうと思うんだけど。よし、あ、まあいいや。ではでは。